はい、どうも覆面ぼっちです。今回はですね、皆さんご存知の鬼滅の刃アニメ3周年記念祭寅年ランダムアクリルスタンド、こちらをね開封していきたいと思うんですけれども、その前にですね、行明さん、はい、お誕生日をね迎えられております。本日9月11日ということで、本来の行明さんのお誕生日である8月23日をね、2週間以上過ぎてしまったんですけれども、まずはね、行明さんのバースデーグッズ、こちらをねじっくり見ていきましょう。こちらが今年の行明さん、今年の行明さんという表現もおかしいな、いつも行明さんだからね、2022年バージョンということでね、横顔のアングルとなっております。すっげーにこやかな表情だよね。炭治郎禰豆子がこう正面を向いていて、他のキャラクターたちは左方向を見てこう歩いているような、あの扉絵があったかと思うんですけど、行明さんも今回はそのシーンを切り取ってくれている。いやーこれはいいよ、だって微笑んでるんだもんいやー、缶バッジと同じ絵柄の行明さんですね。カラーバージョンとあとは小回りになった、行明さんですけれども、私の訓練は完了した、よくやり遂げた。いいですね、柱稽古の時のね行明さんですね。安心しろ、皆同じ思いだ。バキバキに怒ってらっしゃる。我ら鬼殺隊は百姓不満、鬼をこの世から葬り去る。素晴らしいです。行明さんはね、他のジャンプグッズでもこのワンシーンっていうのはね結構切り取られてる部分は多いんですけれども、今回はカラー版含めてこの4タイプの、行明さんがデザインされております。いいよね、こう優しくね語りかける表情から怒りに満ち溢れた顔、そして戦闘態勢にこう入っていくかのような行明さんっていうね、鬼殺隊最強の男のいろんなこう性格的なところ、ね、場面のチョイス、本当に素晴らしいです。以前紹介した無一郎君とこの構図素晴らしいですよねすっげえかっこいい。はい、ということでね、遅くなってしまいましたけれども、行明さん、お誕生日おめでとうございます。撮影日に一番近いのはやっぱこの9月3日のね前日なんですけれどもかわいいね、次回かな開封させていただきたいと思います。はい、ということで続いてはね、寅年ランダムアクスタ、こちらを開封していきたいと思います。アニプレックスさんの方と UFO テーブルさんの方とね、2つのところで、今回の鬼滅祭のグッズがラインナップされておりまして、アニプレックスさんの方で購入させていただいたものを動画としてお送りさせていただいておりました。UFO テーブルさんはね、いろいろ諸事情がありまして、ちょっとね、スルーしてしまったんですけれども、某フリマアプリを利用させていただきまして、今回動画としてお届けすることができます。協力していただいたというかね、販売してくださった方には大変ありがたい気持ちでいっぱいなんですけれども、ただですね、中はまだ確認してないんですよね中を確認せずに届きましたよっていう評価だけはさせていただいてるんですけど、よっぽどね、事前にちゃんとね販売する際には画像を出してくれてますので、ちゃんと、はい、商品は入っている、完品だとは思うんですけれどもね、今更例えば中身違ってましたよって言ったところでね、時すでにお寿司っていう感じなんですけど、でランダムのね、このドキドキ感、何が出るかなっていうね、ドキドキワクワク感っていうのは 100% ではないんです実際もう大体分かっていますからね。ただ今回のね寅年アクスタっていうのはすごいもうデザインがいいよっていうのはね、スペースでも何回も言わせていただいておりますので、実際にこの目で見ること、そして、動画としてね、こう皆様に見ていただいて、改めてね、ちょっと狙ってみたいなって思ってらっしゃる方もね、いらっしゃるかなって疑似ランダムですね疑似ランダムということでね、一つずつ、見ていきたいと思います。最近これなんかやってるけど全然流行ってない自分のマイブームなんだけどね。じゃあね、真ん中からいきましょう。早速一袋目見ていきましょう。バリバリもう開けて中身をね確認している形跡がありますけれども、僕自身はまだ今回初めて見るものになっております。いきます。シュッシュッ。おー、天元めちゃめちゃいいねうわすげえ。はい、まずはね天元になりますけれども、こちらがスタンドになります。ちゃんとね虎柄になっております。で、鬼滅祭ね、ちゃんとロゴマークも真ん中にしっかりあって、虎のねこの模様、
ここがね、藍色になってるんですよね。これもしかしたらキャラクターごとでこうイメージカラー的なものでデザインされてるんじゃないかなと思うんだけど、めちゃめちゃかっこいいですね。もうトラドシも全開ですね。そしてこれが天元。うわ、めちゃめちゃかっこいいね。周りのエフェクト、まあ天元らしいこのキラキラしたエフェクト、そしてめちゃめちゃリアルな虎ですけれども、すり寄っている虎がね、ひょこんと顔を乗っけてるような感じ。虎のね、手をクロスさせて、なんか虎の解説になっちゃってるけど、いや、めちゃめちゃいいんですよ。すごいリアルに描かれててね、らしさ全開ですね。あ、かわいいね。このさ、まあ、額当ての近くに虎の耳がね、ぴょこんとこうつけてるような感じだけど、すっげーかわいい。そして衣装も通常のものとはガラッと変わったね、着物になっております。まあ、袴調のものもね、履いてるんですけれども、色合いはね、藍色。そして、この羽織の部分ですね。ここも、まあ、虎柄の模様になっていて、色味もスタンドと同じカラーリングとなっております。めちゃめちゃかっこいいよ。しかもね、太い腕でね、この虎をね、がっつりこう寄せてるみたいなね、小包ポンポンってやるやつ、なんかそれをこう担いでるみたいなポージングですけれども、音柱だけになんかまあそういったところもちょっとこうなんか匂わせてるのかなとかね、どっしりと座ったポージングでね、勇ましさも感じる天元ですけれども、すっげえかっこいいよね。めちゃめちゃかっこいい。はい、スタンドに取り付けるとこのような感じになります。いいですね。めちゃめちゃかっこいいですね。はい、ということで天元、来てくれております。さあ続きまして、2袋目ですね。ちょっとこの辺から開けていきましょう。さあお次はシュッシュッ、あー、猪之助かわいい。いいね、やんちゃですねこちらは猪之助のスタンド。まあ、柄的なものは天元と変わりないんですけれども、カラーリングがこのような感じで淡いスカイブルーのような色合いになっておりますね。はい、そして猪之助、いいですね。このエフェクトがついてる感じがイエイっていうね、明るさ全開のところをね強調してくれているものになっておりますね。手には骨付きチキンを持っておりますね。かわいいね。食い地の張っている猪之助っていう感じですかね。ね、一個ずつ食べればいいのに、ね、両方一口かじっているっていうね。まあ、ここもね、猪之助らしさっていうのが出てるんじゃないかな。あとはね、耳元。はい、虎の耳がしっかりついていたりとか、手元の部分。虎模様の、なんか手袋みたいなやつかな。つけておりますけれども、なんかボクシンググローブみたいなね、すごい大きな手元になってますけど、めちゃめちゃ可愛いですね。はい、胸元までね、がっつり開いた、着こなし方ですけれども、素肌が全開になってないっていうところは逆に珍しいパターンじゃないかなと思います。大きくなびいてる羽織ですけれども、こちらも、はい、スカイブルーのようなね、綺麗な色合いとなっております。模様は虎柄。そして足元。まあ、ブーツと言っていいのかな。そこの部分も虎模様。ちゃんとね、肉球まで描かれている。かわいいね。尻尾もついていたりとか、本当にね、猪之助はもういつも躍動感惚れるデザインをしてくれておりますけれども、めちゃめちゃ可愛いね。スタンドに取り付けるとこのような感じ。いいね、可愛いね。お肉といったらもうごちそうですからね。もう嬉しさ全開の猪之助なんじゃないかなと思うんですけど。面白いですよね。この足元のさ、このファサファサしたところなんかも、まあ、本来のね、あの猪之助のキャハン部分を、ちょっとこう思わせてくれるような感じだったりとか、顔もすごい可愛いからね、猪之助のキャラクター像を壊すことなく、デザインに落とし込んでいるっていうね、これも素晴らしいです。じゃあ続いてはここの一番端っこ開けていこうかな。いきます、シュッ、いきます、シュッ。おー、炭治郎かわいい。はい、炭治郎のスタンドになります。炭治郎も、はい、イメージカラーのね、まあグリーン系のものがしっかりこうあしらわれておりますけれども、色合いもねすごい綺麗です。まあエメラルドグリーンに近いような色合いじゃないかなと思うんですが、はい、炭治郎かわいいねこの辺のエフェクトは何を意味してるんだろう。なんかこうホニャホニャホニャみたいなね、キャッキャキャッキャしてるようなエフェクトだったりとか、可愛らしさ全開ですね。炭治郎も猪之助と同じようなね、この手袋みたいなやつつけてますけど、ちゃんと肉球が表現されてたりとかね、アニメ3周年をなんかもう本当にお祝いしてくれてるかのようなね
ありがとうございますみたいな そういったポージングにも見えるんだけど、ね、このはつらつとした表情、にこやかな表情っていうところでね、いつもデザインしてくれてるので、やっぱ見てるこっちとしてもね、すごいこう心が穏やかになるっていうかね、嬉しい気持ちにもなりますよね。はい、羽織の部分、まあ、こちらもね、鮮やかなグリーン系で、色付けされております。かわいい、ね、ちゃんと尻尾もついてたりとか、袴の部分、ね、グラデーションがねかかっておりますね。まあ、先の方に行くに従って、まあ、明るめのグレーになってたりとかね。足元こちらも伊之助と同様虎の履物をしておりますけれども、両方ともこう肉球全開のポージングっていうことで、すだちのポージングではなくて、ちょっとこう下から見たようなね、炭治郎のアングルになるんじゃないかなと思うんだけど、すっげえ可愛いよね、肉球全開めちゃめちゃ可愛いです。いいよね、こうし、あの炭治郎もなんかこう躍動感あるというかね、動きのあるデザインだからね、やっぱりこうお祝いごとにぴったりなこうポージングというかね、キャラクターデザインなんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ可愛いね。2人ともアクスタのね、高さ的なところ、前後の部分はだいたい同じぐらいじゃないかなと思いますけれども、やっぱり等身アクスタはいいですね、可愛い。はい、じゃあ続いて真ん中開けていきましょうか。シュッシュッ、どう、全員可愛い、すごいねこれ。はい、善逸になります。善逸のスタンドは他のキャラクターと打って変わって、今度虎模様のところがイメージカラーになっていて、毛並みの部分がホワイトでデザインされております。面白いですね。そっか、虎の毛並みって黄色だから同系色にならないような感じでデザインしてくれてるのかな。なかなか面白いですね。そして善逸もうこのシチュエーションがたまらないですね。泣き叫んでる善逸ですけれども、その視線の先にはなんか子供の虎なのかな吹き出しにはね、お肉のデザインがありますけれども、お肉だと思って善逸の尻尾を噛みきしちぎろうとしているみたいなね。なんかでもこの虎の表情もね、すごいこう嬉しそうな表情だからね、本当にお肉だと思って食べてるんだろうと思うんだけど、いいですね。噛まれたことでね、尻尾がガキガキガキというね、痛さを表現してくれてるかのようなね、毛羽だった感じで表現してくれてたりとか、善逸の表情とかね、いいですね。めちゃめちゃいいね。あ、手元とかもビクンってなってる、こう残像がね描かれてたりとか相当痛いのかびっくりしてるのか、肩周りのとこなんかもね同じようにこう描かれておりますね。羽織模様は、ね、イエローを基調としたホワイトの虎柄、足を屈曲させすごいね、もう全身がもうビクビクしてるんですね。子供を怯えてるんですね。めちゃめちゃ可愛いね。全体像はこんな感じになってますけどいいですね、らしさ全開ですね。めちゃめちゃ可愛い。その後の二人の展開っていうのもね、なんか気になるような描写ですよね。スタンドに取り付けるとこのような感じ。ちっちゃなミニキャラの虎もねセットにいるっていうことで、横幅の間隔が結構大きめなスタンドじゃないかなと思うんですけれどもね、この一つのさ絵柄でね、いろんなこう想像ができるっていうね、なんか声が聞こえてきそうな感じですけれども面白いよね。起承転結みたいのがなくても、この一枚だけでなんか全てが分かっちゃうみたいなねすっげえ可愛いね。それぞれいい味出してくれてますね。めちゃめちゃいいね。残るは2つですね。今のところね、しっかり全キャラ来てくれてますので、まあしっかりしたコンプリートセットじゃないかなと思うんですが、まだ心配ですよね煉獄さんは果たして来るのかとかね。しょ、おー、ネーズ号、かわいい、ネーズ号かわいいですね。あ、ちょっとミニキャラなのかな、ムーコですかね。こちらネズコのスタンドになります。善逸同様、まあ、基本色がねホワイトになっていて、薄ピンクの虎柄の模様が描かれております。はい、こちらがネズコになります。エフェクトがねいっぱい描かれておりますけれどもね、両手を広げてムッと怒ってるような表情ですね。まあね、頭身自体もかなりミニキャラサイズになってるので、おそらくムーコじゃないかなと思いますね。眉毛もクンとつり上がってて、ほっぺたもねほのかに色づいてたりとか、なかなかね可愛いデザインとなっております。まあ怒りマークみたいなのはないから、見たことない虎をネズコなりに表現してるのかなみたいなね、そういったところもちょっと伺えるんですけれども、めちゃめちゃ可愛いね。着物のデザインもすごい綺麗にデザインされておりますね。この帯の部分は、まあ、本来ねネズコが着ているコスチュームと一緒なんですけれどもね、首元にこうファーがついてたりとか、すっごい綺麗ですね。
ピンク、イエロー、あとスカイブルーなんかのね、この3色でこうあしらわれてるところとかね。足元も、虎のブーツ。かわいいね。小さくなったねずこなんですけれども、着物自体がね、通常サイズっていうことで、まあ、このアンバランスさっていうかね、この着物のなびいた感じとかね、たわんだ感じとか、まあ、大きくね、デザインされておりますけれども、まあ、とにかくかわいいねずこです。髪の毛のね、このうねうねしたところとかも、奥まったところにもね、ありますし、すごいかわいいね。これは何でしょうかね、梅の花ですかね。いいね、華やかさが十分こう感じられるねずこじゃないかなと思いますが、はい、スタンドに装着するとこのような感じになります。めちゃめちゃかわいいね。座っている天元と同じぐらいのこうサイズ感がありますね。あえてね、こう他のねずこ以外のキャラクターたちもこう立ってたりとかしたら、ね、ディスプレイ方法とかもいろいろ変わってきちゃうかなとか思うんですけれども、あえてね、こう天元も座っているポージングっていうことで、頭身の低いキャラをこう前面に持ってきてディスプレイすることもできますしね、見栄えが良くなるようなね感じがしますね。はい、そして最後の一袋ですね。頼みますよ、これ煉獄さん。とてもいい出品者さんだったんで、まあ煉獄さんだと思うんですけど、でも今回この煉獄さんめちゃめちゃかっこいいんですよね。いきます。うわかっけすすげえ。いや、この虎の表情がめちゃめちゃいいんだよ。もうすっげえかっこいい。こちらがね、煉獄さんのスタンドになります。いいですね。もうシンクに染まる赤。まあ、朱色みたいなね、柄ですけれども、スタンドだけでも煉獄さんをね、象徴してくれるようなね、威圧感がすごいありますね。めちゃめちゃかっこいいですね。上からこう見下ろしてくれてる表情、めちゃめちゃいいですね。あの、髪の毛でね、見えづらいんですけど、ちゃんとね、はい、虎の耳もつけてたりとか、かっこいい。かっこいいよね。もうこの表情たまらんですね。虎年ランダムアクスターはね、煉獄さんが僕も一番かっこいいなと思ってるんですけど。すげえ。いいよね。これね、手名付けている虎とかもすごいんですよ。他のキャラクターたちに比べてこの赤のね、虎模様のこの幅というか、線の幅がね、とても太くデザインされていて、まあ、イメージカラーっていうところをね、全開にこう表現してくれている煉獄さんだと思うんですけれども、はい、この虎。すごいいい表情してるよね。もう虎さえも手なずけてしまう煉獄さんっていうね。あの、本当に猫がさ、スリスリこう、すり寄ってるね、表情っていうのをうまくね、こう表現できてますよね。あの、猫じゃないんだけど、まあ、猫科ですからね。猫科ですからね。すっげー細かくデザインされてる。あの、虎のヒゲとかもね、あの、白くね、描かれてたりとか、一つ一つ本当に細かいんだよね。ねえ、すっごいこう、心地いい表情してる虎だけど、素晴らしいです。袴帳になってるところもね、綺麗にこうグラデーション、陰影の部分ですかね、デザインされてたりとか、ね、尻尾もこう、煉獄さんのね、体にこう巻きつけてる感じ。いいですね。羽織もね、ちょっと風になびいてるような感じで、横方向にこう展開しておりますけれども、めちゃめちゃいいよね。煉獄さんの羽織部分もちょっとこう虎にかかってるような感じだから、羽織の間からこうすり寄ってきて、こう煉獄さんの元に来てるみたいなね。やっぱりこう煉獄さんの人柄に惹かれて、虎も。虎とね、煉獄さんのこの関係性というかね、なんかそういったところもね、感じられるんじゃないかなと思うんだけど、すっごいよね。煉獄さんの相棒みたいなね。カスガイガラスとこうね、大使たちがこうパートナーになるっていうね、そういうところもあるんですけど、まあこの虎年ランダムアクリルスタンドはね、そのカラスが、まあ、虎に変わっているっていうね。キャラクターと虎とのこの信頼関係みたいなところもね、ちょっとこう見えてくるような感じもするのでね、めちゃめちゃいいね。いや、ここにね、なんかカスガイガラスも一緒にいたりとかしたら、なんかね、逆にこう、嫉妬に狂っている。ねえ。ガスガイガラスの描写も見れたりしたのかなとかね、こういろいろ想像をかきたてられる部分もあるんですけれども、まあめちゃめちゃかっこいい。本当にすごい。いや、これレートめちゃめちゃ高そうですからね。まあそれもうなずけますね。デザインが本当に素晴らしいです。はい、ということで今回はね、鬼滅祭アニメ3周年記念祭、虎年ランダムアクリルスタンド、こちらを、全6種類開封させていただきました。いやー、僕はね、本当はもうこれ逃してたグッズなんですけれども、いや、改めてね、お迎えさせていただきまして、やっぱこのデザイン性の素晴らしさ、まあ、記念祭にぴったりなね、アクリルスタンドじゃないかなと思っております。虎年を象徴してくれている鬼滅キャラっていうのをね、堪能していただきたいなと思っております。いやー、でもね、全種類、はい、もうとてもいい出品者さんでしたね。この場を借りて、お礼を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。
はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。